研究室から聞こえる音楽。知能情報工学科システム工学の研究室です。音の定義感はどうですか？そうですね、だいぶクリアに本当聞こえて、目の前に人が歌ってるような感じで聞こえてくるのがいいですね。目を閉じるとやっぱり前の方に人が立って歌ってるように見えますか？そうですね。これは新しい、スピーカーのですね、視聴実験です。このスピーカーは村田製作所と共同研究して昨年の11月に発売されているもので、金色の、半球状のものなんですがついております。この効果によって音が非常に鮮明になったりというような効果があることが確かめられています。いろんなその試作モデルを作ったものをですね、こちらの方に運んで計測したり、計測した信号を解析しながらスピーカーの良し悪しをですね、評価するということをこちらの方でやらせていただきました。この開発でシステム工学研究室が行ったのは音の特性の解析です。今も新しいスピーカーの解析を進めています。こちらがレーザー計測計で、こちらがハイスピードカメラです。音だけではなくて画像ですとかいろんな方面からスピーカーを解析したり、あるいはそれを評価したりということをやってますので、スローモーションでですね、見ることによってその動きの変化がですね、正確に捉えることができます。これまでの従来に比べて約100億倍という、桁外れのですね、精度向上が見込める信号解析方法を開発しました。今現在、世界で最も解析精度がいいと呼ばれたものでして、これを使える研究所あるいは評価機関というのはここしかありません。なんとこちらの研究室の解析技術は世界最高レベル。信号を非常に高精度に解析することによって非常に細かい細胞レベルの分析ですね、そういうようなものは可能になります。音響システムの場合ですと原音に忠実かどうかということですとか、時間の若干 その遅れだとかですね、スピーカーの良し悪しというのは定義できると思います。また医療システムの開発というのも行っています。私どもの解析方法を使えば細胞単位でですね、人体の中を見ることができるようになります。生きたままの状態で細胞を見ることができますので、薬の開発ですね、そういうようなものにも応用できるかと思います。この世界最高レベルの解析技術を使い今進められているのがこちらの脳科学の研究。脳の血流量を測っている実験ですね。血流を測ってその人の意思を読み取るんですけれども、今の場合でいうと、迷路の問題を解いてもらうという形になります。この実験、脳の血流量の変化によって手を使わずに駒を矢印の方向に進め迷路を解くことができるんです。迷路の画面が出てくる形になって、で、右上の方に矢印が出てくるんですけど、集中するとかしないとか2種類の心理の状態を用意してもらって、それでオンとオフを切り替えてもらって迷路の進むべき方向を決めていってもらうという形になります。脳波でやっているものがだいぶ多いんですけれども、脳波の方だと、周囲の雑音であったりとかの影響が受けやすくなっているので、それに比べると今回測っているものだと、まだそういう影響が少ないと言われているものなので、今のでいくとこうどうしても矢印の画面を見てそれで判断するという形なので、被験者の方で進みたい方向を持ってもらえればその方向に進んでいけるようになっていけばいいなと思っています。光学の世界というのはいかにそのセンサーから正確に信号を読み取ってそれを、どういうふうに制御に生かすかというのが非常に重要でして、正確 でしかも微小な信号が、計測できればそれを使った制御法というのはいくらでもあるので、新しい市場ですとか新しい製品ですね、こういうようなものにつながっていけばいいかと思っております。